きなお酒はどんなお酒かな。ビール。おお、ビール、正解ですか。はい、そうです。すごいね、よくわかったね。じゃあ大人になったらシャンロンと一緒にビール飲みましょうね。はい。ドームでもね、ちょっとビール片手に応援するとちょっと気分が盛り上がりますよね。はい、さあそれではですね、プレゼントです。はい、あ、かわいいですね。これはパオロンですね。はい、ありがとうございます。どうぞ拍手でお送りください。じゃ気をつけてお席戻って。あ、荒木選手のねユニフォームでした。さあ、まあこんな感じでね、これなんか今置かれましたね。これはなんかやれってこと。やれって何すんのこれで。はい、なんかね突然置かれちゃったので、シャオロンこれ何にする。お玉があるから料理でも作ってみる。シャオロンの得意な料理で一緒に。これ何すんの、もう本当に何すんのこれ。すくって、うん、分かった、何すんのこれ。はい、何するんでしょうか。クイズになった。よし、じゃあこれもクイズにしよう。これは何をして遊ぶでしょうか。赤のお友達、はい、当てていい。はい、じゃあね、水色の洋服着てる女の子前に来て、うん、あなたですよ。さあ、答えがすごく気になります。はい、こんにちは。こんにちは。下のお名前を教えてください。まさこです。まさこちゃん、何歳ですか。7歳。7歳、あ、そうですか。ドキドキしませんか。緊張するよね。そうだよね、たくさんのね方の前で喋るんだもんね。でもみんなしっかり上手に喋って素敵です。では問題、これは何をして遊ぶでしょうか。なるほど、シャオロンとなんかお玉で作ったりする。はい、大正解、拍手お願いします。そうということでやってもらいましょう。じゃあね、じゃあまずプレゼントね。そう、はい、はい、じゃあお友達ありがとうね。はい、じゃあもう一度拍手をお送りください。じゃあ他のお友達もやってもらうね。はい、じゃあお席戻ってください。どうもありがとう。そう、ポストカードね、お友達にたくさんあげたいので、ということで、これをシャオロンとなんかすくって、なんかするんだったね。はい、じゃあ持って、うん、じゃあこのなんかゲーム、来たよお友達。はい、はい、はい、はい。シャオロン一人当ててください。何しようかな、うん、どうしようか。元気よくだよ、元気よく、元気よく、まだまだ足りない、もっと元気よく。はい、はい、じゃあですね、赤い、赤と黒のしましまの男の子、はい、今お母さん押し出しましたね。はい、いってらっしゃいと。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。元気がいいですね。下のお名前何くんですか。まさひろ。まさひろくん、まーくんですか。うん、まーくんでいいの。よし、じゃあまーくん何歳ですか。6歳。かっこよく言いました。6歳って今度小学校。うん、はあ、いいですね。ピカ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 の1年生ですか。はい、はい、さあそれでは今から君にはこれで何かをして遊んでもらいます。持ってください。では何するのこれ。うん、じゃあどっちがこのボールを持って後ろの壁にタッチして早く戻ってこれるかってどう。あれ、あんまりいい、いい、いい。ありがとうございます、ありがとうございます。ではね、ルールは簡単。じゃあお客様失礼します。お尻をちょっと向けてください。そうで、今からボールを落とさないように、落としたらその場で座ってボールをお玉に入れて走ってね。そしてこちらの後ろの壁にタッチして、またここに戻って、ここのザルにボールを入れた方が勝ちだよ。いい、いきます。じゃあ皆さんで一緒に、よーいドンと言ってもらえますか。皆さんいきますよ、せーの、よーいドン。さあ、お、早いです。はい、マー君早い、マー君早い、ダントツ。おっと、アクシデント、あー、容赦ない。実はこれ3回戦だったんです。はい、そのために色が3色あるんです。じゃあ次は黄色。さあ、シャオロン、わなわなしないで。さあ、いきますよ。
から頑張ってよ。いい、せーので用意ドンですよ。せーの、ダウン。さあ今なんか姑息なことした。はい、さあマークを慎重に。はい、マークの2回目カッチ。ああ、はい、スタッフ1号取りに行って、 ありがとう。はい、お友達が取りに行ってくれました。さあ今ので次が、次勝った方が勝ちですよ。赤いボールポコン。いい、次勝った方が勝ちだよ。マークゆっくり行けばいいから大丈夫だよ。ただしシャオロンの足につまずいて転ばないように。いい、分かった。では行きます。せーの、よーい、ダーン。さあ来ました。お、マーク、マークの障害物が、障害物が来ましたよ。大丈夫か。はい、マークの勝ち。拍手お願いします。さあシャオロンね、残念でした。ということで今の勝負はマークの勝ちなのでよく頑張りました。シャオロンからのプレゼントです。はい、当たってないけどね。はい、はい、では皆さん、じゃあ握手してもらおうかね。シャオロンと握手です。はい、もう一度拍手をお送りください。一生懸命頑張ってくれました。あ、ね、こんな感じでございますけれども、あ、もういい、もういいのね、もういいのね。はい、もういいのね。はいはいはい。さあそれではですね、どうしようかな、ポストカード全部配っちゃおうかな。そしてもうね、今日はですね、本当はどうしよう、もう全部配っちゃう。1回目にダイナミック、かっこいいね。もうね、たくさんお友達来てくれたから、あと4枚やろか。いい、でも時間が全然ないから、いい、急いでいくよ。いい、よし、じゃあね、急いでいきます。次の問題です。簡単な問題いきます。はい、問題、シャオロンは何色でしょうか。はい、はいはい、はい、ね、ドラゴンズの帽子かぶってる男の子、前に来てください。はい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 、さあここからクイッククイックでいくよ。はい、どうぞ。じゃあ真ん中のね、真ん中のね、真ん中に来てください。いい、こんにちは。こんにちは。はい、何歳ですか。7歳です。あ、しっかりしてますね。ではですね、何くんですか。細田亮太です。はい、亮太くん。じゃあ亮くん、シャオロン何色ですか。水色。はい、大正解。イエーイ。ということで、はい、プレゼント、はい、はい、ありがとう。はい、握手をしてもらいます。はい、どうもありがとう。もう一度拍手お願いします。はい、次いきます。じゃあ問題、次はシャオロンじゃなくてパオロンの問題でもいいかな。いい、はい、パオロンは何色でしょうか。はい、じゃあね、後ろでお父さん、マスクしてるお父さんが抱っこしてる男の子、前に来てください。はい、そうね、パオロン、パオロン色だった。あ、おっと、滑り込みセーフ。オッケー、ガッツがあるね。じゃあ前向いて。はい、こんにちは。こんにちは。かっこよかったよ。何歳ですか。4歳です。あ、4歳なの、しっかりしてるね。何くんですか。これはトウくん。トウくん、ショウくん。じゃあショウくんね。よし、ショウくん大丈夫だった。ちょっと痛かったね。あとでなんで大丈夫ね。では問題、パオロンって知ってるよね。パオロンは何色でしょうか。問題変えちゃおう。お姉さん何色ですか。はい、ピンク色。正解、拍手お願いします。そうなんです、実は偶然でもね、パオロンもピンクなんだな、よくわかりました。はい、もう一度拍手をお送りください。あ、握手してもらう。いい、はい、どうもありがとう。じゃあ気をつけてね。はい、あと2枚。さあ次、次はね、じゃあちょっとね、大人の方も参加したい。